いやかなりり打ち込んでおります,のです、ね、オキウミ3大人気だったと思うんですけどオキウミ3からもう3年経ってるんですねでも待ちに待ったオキウミ4ということであの今回4つ目のモードがあるじゃないですかあのハイビスカスモードもシンプルながらにかなり熱くなれるモードになってるのでもういろんな法則見たくて打ち込んでます。 あとですね個人的にお気に入りなのが今回海物語シリーズ初の専用枠となっておりましてあの海物語っていうヘッドランプがついてるんですねこれがもうホールに入った瞬間にやっぱりかなり目立つし見つけやすいので私的にはすごくお気に入りのポイントになってます私はですね沖縄シリーズで一番お気に入りのモードがのマリンモードあのマリンちゃんのアクションを楽しむモードになってるんですけど マリンちゃんがあの「おいでおいで」って言うと動物海洋生物を呼ぶんですけどその海洋生物が何が来るかっていうのに熱くなれるのでマリンモードが一番好きです。で今回イルカのチュラちゃんっていうイルカが一緒に常にいるんですけどマリンちゃんのアクションはその変動での予告の示唆でチュラちゃんのアクションは先読み演出の示唆になってるんですね。そういったふうに住み分けできてるのでかなり分かりやすく 新たにアクション追加されてていいかなと思いましたとさっき自分で話したお気に入りのモードのマリンモードじゃなくなっちゃって申し訳ないんですけどハイビスカスモードで角変中の楽しみ方なんですけどハイビスカスモードって角変中ハイビスカスが開いている時に図柄が揃えば角変図柄でのおあたり濃厚なんですね。なのでそこに注目して打っていくと角変中かなりハラハラドキドキできるんじゃないかなと思います。 私にとっての海物語は癒しでですすねね彼氏のような感覚です、ね、やっぱりマックスタイプとか波が荒い機種で結構落ち込んじゃった時に海物語で優しく包んでくれるというような遊び方を私はしているのでやっぱこれからもお付き合い続けていきたいと思いますよろししくお願いします。